チューンド FEC 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 チューンド。毎週火曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。中地のお時間はい、ということで始まりました中地のお時間、私、中地雄一郎が、1時間ダラダラとおしゃべりするラジオとなっております。本日も先週に引き続きこの方がゲストに来てくれております。どうぞこの方です。あなたの心の潤滑油、松田オイルです。お願いします。松田オイル、お願いします。あなた今一回噛みかけて、おしゃぶりって言ってましたよね。ちょっとしゃぶってましたね。しゃぶってましたよね、あなた今、はい、びっくりしましたよ、僕。まあまあ調子悪いですね相変わらず調子が悪いですね。まあこんな感じなんですけどもね、はい、まあ先週に引き続き松田オイルさんには来ていただいたんですけども、うん、俺の最近の FM ギノワン稼働率たるや思いませんか。そうなんだ、本当に。確かにね。まあ前回その前かな、4月の末ぐらいにあなたのね、はいはいはい、ラジオ久しぶりに来そうと思ったんです、昨日は。はいはいはい、3、4ヶ月かぶりに来て、その週の金曜日、きんぴらごぼうのピンチヒッターをし、それから1週間ぐらい相手ですかね、こちらに来昨日ですかね、クーター進化のワッター進化に、電話で出演し、すごいな、今日ですよ。すごいな、もはやレギュラーにしてくれ。すげえなまあまあ先週にね引き続き、はい、ゲストとしてスタジオに来ておりますけども、はい、理由があります。そうです、先週聞いてない方は、うん、ちょっとわからないと思うんですけども、なんでこんなメガネがいるんだと。はい、先週ですね、はい、こちらラジオにて、はい、会話の流れで、うん、ちょっと禁煙してみようかと。あなたのね、うん、咳がひどいんですよ。そう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 、ラジオ中にねもうずっと咳込んでて、はい、うざすぎて、うん、もうまあだから禁煙して、うん、まあね、体調も良くしようということで、で、まあ、せっかくだから、うん、まあ、ちょっとラジオでね、うん、ちょっと企画チックにして、うん、禁煙をしてですね、一、うん、人、1日に1回、まあ、ちょっと日記的な、禁煙日記的なのをね、つけようじゃないか、つけようじゃないかと。だ、あなただけでいいんですよ、それやるの僕はですね、すこぶる調子がいいわけですからやらなくていいのに巻き込まれたんですよ。一人でやるの嫌さ、巻き添えひどいわ、嫌さ。だからね、まあ、松田さんと一緒に禁煙頑張りましょうと。やりました。2人ともね結構ねヘビースモーカーなんですけども、禁煙してて、負けた人は、うん、勝った人に対してですね、うん、まあ、負けたというのはタバコ吸ってしまった人、先に吸った方、うんうん、は勝った人に対して、うん、デリヘルをおごるという。そうです、罰ゲーム好きで、欲望には欲望で打ち勝とうというね、そういうことでございますね。すごいね、汚い大人 の、戦いを、そうですよ、するということで、うん、今日、うん、その発表はそうですよ、するということで、もうちょいしてから発表しようかな、せっかくなので。そうだね、もうちょっと、これはもう半ばぐらいでやろうかな、うん、お互いの日記もね。どうでしたか、まあ、率直な感想としましては。3文字です、きつい。僕はですね、まあ、先週のラジオ終わりに、うん、まあ、松田オイルさんとも最後の一服だっていうことでタバコを吸ったんですよ。もうその時点からですね、うん、もうタバコをもう体が受け付けなくて、だもう体調があまりにも悪すぎて、あ、まあ確かにね、肺が痛くて痛くて、はい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 、なのでまあまあまあ、だから禁煙してるっていう感覚よりかは闘病ですよね、あなたの場合は。うん、単純にまあ、うん、タバコを受け付けないのでいい、うん、っていうまあ感じではありますけど、はいはいはい、まあ、またね後ほど詳しく言っていきますので、うん、はい、それでちょっとコメント来てます、うん、ありがとうございますね、コタ君から来てます、はい、中地君、松田君、こんばんは。あ、どうもこんばんは。お、ゆうねちゃん、こんばんは。中地さん、お久しぶりです。久しぶりですね。僕初めましてじゃないですか、はい、よくコメントくれた。あ、そうなんですか、方なんですけど、初めまして、お久しぶりです。元気ですか。あ、元気です。僕は元気です。僕も元気です。聞いてねえわ、おめえに。え、知ってるわ。あ、そうなんですか。知ってるわ。あ、ぎっくり腰はどうなったんですか、松田さん。あ、僕ですか。一応だんだん、ぎっくり腰をやましたんですよね。そうそう、ゴールデンウィークにね、うん、腰をやましまして、うんうん、そっから風邪をひき、気管支炎と喘息を発作、発症し、瀕死やし瀕死やし。今はですね、ま、100、マックス100だとして、ぎっくり腰体調の良さがね、良さがね、うん、で、ぎっくり腰の時がまあまあゼロになったとして、もうほぼゼロでしたね。ゼロでしたよね、うん、あの時。今はだいたい 2.5 ぐらいまあ上がってはいると。ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつではありますけど、
僕ね仕事タイヤ屋さんでバイトしてるじゃないですか、はいはいはい、その腰をかばいながらやってるんですよ結局ね。だからなんか違うところが痛くなってきてね。あなんか肩甲骨あたりの変なところが痛くなってきてね。いやまあ力仕事か。まあなあ、でもなあ、俺がぎっくり腰山下月、このキチュン道のメンバー、まあ、若いじゃないですか、はいはいはい、全員に言われた言葉、ジジイじゃないですか。いやいやいや、だってね、うん、そこまで変わらないですか、年が。いや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 、え、5つ差です。そう、あなたたちとは5つ差ですよ。1992年生まれ、はい、じゃあもう5個しか変わらないです。5個ってね、全然ですよ。いやいや、率先していったのあなたじゃないですか、僕みたい。いや、ジジイじゃないですか、マスケンさん。いや、だからぎっくり腰の相場って、だから40代とか30代とかで、ぎっくり腰年齢関係ないらしいよ。あ、そうなの。うん、ただ、聞いてください、歩くスピードは亀と一緒でした、うん、僕の歩くスピードはね、うん、あの時の松田さん、ひどかったな、全盛期はね、うん、まあまあ、でもまあ、はい、しょうがないのかな。あれってラジオに来れるぐらい回復したんですよ、一応。あ、よかったわ、はいはい、うん、ありがとうございます。僕がですね、うん、まあ、あの普段コールセンターでバイトしてるんですけど、はい、まあ舐めてるんですよ、僕バイトのに対して。あ、知ってるよ君は、はい、なんだ、周りの人間全員舐めてるもんね。舐めてるんですよ、うん、クソだもんなお前、うん、まあバイトはもうピカイチ舐めてて、うん、あー、クソですね、ほんとに。所詮バイトじゃねえかと。まあまあまあ、まあ、そういうスタンスでやっていまして、そうですね。だからいつでも僕首切られていいようなスタンスでいまして、はい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 、で、コールセンターっていう業務がまあもう基本座り業務ですよ。まあそうだね、死に楽っすよ。ぎっくり腰なんて絶対ならない。で、まあ座り業務なんで、パソコン、あの置いてる椅子持ったりとかしない？しないわ。パソコン持ったりとかしないよ。しないですか？しないから、もうずっとねパソコンにらめっこして電話してるだけですから。ああ、そうです。でもこの時間もったいなくなっていう。ずっと座ってるだけだもんね。だから僕ずっと、うん、もう本当はダメですよ、うん、コールセンターで本当はやったらいけないんですけど、うん、パソコンをずっと触ってるというか、うん、まあ、自分の好きなサイト見たりとかしてる。あ、アダルトサイトでしょ。見ないよや、女にとかしない。さすがに見ないよ、やばいだろや、それは。法に触れるわ。違うんですか。法に触れない程度でちょっとサボってるんですよ。あ、クソだな、お前本当に。サイト見たりとか、はいはい、本当はダメって言われてるんです。だって最悪ね、だから、うん、変なサイト開いてしまって、ウイルス感染してしまって、すぐ開くじゃないですか、あなたって。だからそれでね、個人情報取り扱ってますから、それでブワーってなるのダメなんですけど、うん、まあまあなんかニュース見たりだとか、はい、そういう軽いのではありますけど、まあまあ、うん、そういう、ニュース見るからね、まとめサイトだったりとか見て、はいはいはい、で姿勢も僕悪くて、なんか手組んだりながらなんか姿勢悪くダラッダラやってるんですけど。うん、猛者が現れました。僕を超える。あ、お前より上がいるの？僕を超える猛者が現れました。マジで？はい。まあ2人いるんですけども。2人もいるの？はい。まず1人はですね、うん、まあちょっと2週間前ぐらいの話になるんですけど、はい、まあパソコン使うって言ってますけど、うん、触りはしないんですよね。は？あまり。だから表示されてるのを見て、うん、案内するというか、はい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 、パソコンの画面に、うん、お客様の個人情報が出てくるので、はいはい、それに合わせて案内をするっていうだけなの で基本、うん、マウスと、うん、キーボードは触らない、はいはいはい、だけどなんか普通に僕がいつも通りダラダラコールセンターのバイトしてたら、うん、めっちゃカタ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 って聞こえて、パッて見たら寿司だじゃないよ。タイピング練習でおなじみ のやつ。寿司だじゃないんか。中学校の時やらされたの。授業の一環としてやるぐらいの。懐かしいよ。寿司だじゃない、うん、何円損したとかじゃないから。違いますから。めっちゃタイピングしてるやつがいて、おーおーおー、あれなんでだろうなと思って。寿司だと思うけど、俺本当に寿司だかなって、うん、キーボード使わないんでチラッて画面見たんですよ、はい、うん、2チャンネル開いて、うん、誰かと懸命に戦ってるバイト中に読むことあってもな、2チャンネルのスレで参加してるやつ、初めて参加してるやつがいて本気で戦ってるやつがいたんですよ。おおと思って、やべえやべえ、俺感動してしまって、こいつすげえと。いや、俺のバイトの舐め方のスタンス全然甘いなと。甘いなと。俺全然舐めてなかったと。やっぱ上には上がいるな。俺めっちゃ真面目に仕事してるなと。お前の舐め方はまだちょっと舌でこうペロッと舐めるぐらい。そうそうそう。完全に口の中に入れて転がす舐め方してかじってますからね、その人に関しては。しかもそのすごいのが、うん、このタイピングしてる方、はい、2チャンネルのスレの中で高いつつも、うん、恐れ入ります私何々と申します、やばい、接客をしながら
仕事に支障は出してないんですよ。すごいな。すげえと思って。え、脳みそ4個くらいあるんじゃないか。あると思います。マジで。あると思います。え、手も2本。本当に手2本でした。そう、4本あるんじゃない。ちょっと明日確認してみよう。ね、絶対ねえよ。そんなバケモン誰がやっとるの。っていう猛者がいまして。すごいな。で、もう一人猛者がいまして。もう一人、まあ、基本ね、普通にデスクトップのパソコンに、うん、まあ、椅子に座ってやるんですけど、ね、うん、なんか、うん、なんか様子がおかしい人がいて、うん、で、ちょっとチラって見たら、オナニしない。絶対しない。しね、してはいけない。確実に。あ、そんなのは分かるんだ。一応分かるよや。分かるよ。中途半端に常識あるから。あ、そうなんだ。だからダメなんだ。だからダメなんだよ。ね、振り切ってないやつね。中途半端なこの常識。俺をディスる番じゃないから。違うんですか。違いますか。コールセンターにモサの話です。だからチラってね、様子見たら、椅子を取っ払って、はい、立ってる。立ってるんではなくて、はい、バランスボールを持参して、はい、エクササイズバランスボールに座りながら腰くねくねしつつ、うんうん、鉄アレイで筋トレしながら、うん、コールセンターの業務をこなしてるという猛者が。力使うバイトせ。すごくないですかこれ。引っ越し業者でバイトをせ。俺マジでビビってバカじゃんこいつ。もう1秒も無駄にしてねえこいつと思って。違う違う違う、選ぶ仕事を変えれば無駄じゃなくなるから。もう なんででしょうね。なん、うん、健康維持のためなのか筋トレしたいのかわからないですよ、うん、ただただとりあえずバランスボールに座って、うん、くねくねしながら鉄洗いで筋トレしながら、うん、コールセンターと業務を。で、おかしいじゃないですか。おかしいよ、とっても。でこのリーダー的なね、立ち位置の人、うん、一切怒らないんですよ。うん、あ、キャンさん、ミキサーしながら筋トレするのやめてもらっていいですか。やめてください。支障は出てないですけど、うん、支障は出てないですよ。まあ、この番組に関してはね、うん、いいと思う、別に、うん、何でもありです。全然問題ない、はい、全然問題はないです、うん、曲かけるときにかけてもらったらそれで終わりだから、うん、はい、全然、はい、なんか帰りたかったら帰っていただいて。僕の方で貸そうとしますよ。泣かさよや、泣かさよ。やめてくるじゃねえよ。帰るよ、その間。すごい人がいてですね。猛者がいるな。ここにもいたな、うんうん、まあだからそれぐらいね、融通聞くところでバイトしてるんですけど、うん、いいバイト先ですよ。いいな。怒らないんだ、でもこんな社員の人。うん、僕、なんか、うん、思えば、うん、振り返ってみたときに、うん、なんか面白いバイトいっぱいしてるなと思って。何やってるの。例えばですね、うん、まあ、一番意味わからなかったバイトがあって、うん、食品館のお米コーナーで、うん、立っとくっていう業務がありました。立っとくっていう業務、立っててって言われて。チンチンも立っとく。違います。あ、違う、規律の方です。あ、規律の方、チンチン規律じゃなくて、あ、勃起じゃないですか。仁王立ちで立ってて、あ、エプロン貸されて、うん、立っててって言われて、はい、ただ立つだけのバイトをしたことがあります。何が、ね、これは未だに僕も意味は分からないです。品出しするわけでもなく、接客するわけでもなく、ただ立っとく、立っててって言われて。でもさ、立ってたらさ、うん、接客しないといけなくならない。そう、だから話しかけられるんですよ。その時がね、ちょうどお歳暮の時期で、はい、番内出るんですよ、米が。はい、だから何がいいですかとか、夢ピリカがいいんですかとか、コシヒカリがいいんですかとか、秋田小町いいんですか、いろいろ聞かれるんですけど、うん、すいません、ちょっとわからないですので、ちょっと詳しい人呼んできましょうねって言って、うん、呼んできはしましたけど、うん、それぐらい。そのためだけに立ってるんじゃない、お前だから。そういう仕事じゃない。でもあんまり話しかけられないですよ。だってほら、目つきが犯罪者じゃんお前。いや、誰が犯罪者よ。誰が犯罪者よ。君だよ。おめえもだよ。おい、ほんとのことだろ、やめろ。お前は未遂、俺は実行。やめろよ、お前。ドゥで言うなよ。笑えねえんだよ、このタグ。え、お前のその目でそんなセリフ言われたら笑えねえんだよ。もうケーキは終えた。前科持ちとラジオしてんの。してないですよ、してないですよ、冗談で言ってますからね。皆さん、しっかりと冗談として捉えてくださいね。信じるか信じないかはあなた次第。だから乗るな。全否定しろよ、お前は。匂わすな。やりまくった工事。おい。やりまくってないから。やりまくってゼロですからね。やりすぎ、やりすぎです。やりすぎでもないから。もうやめて、だから。
デメリットしかないですよ、あなたの発言は自分に対して。お前 FEC に入ってるじゃない、デメリットしかねえんだよお前。名言出ましたね。お前25周年のイベント、宜野湾海浜公園野外劇場でやるって頭おかしいだろ。あれ、行かれてるよね。お前4000人入るらしいぞ、あそこ。はぁ、あれでお前入場無料で昼間からってバカじゃねえの。バカなんですよね、僕たちの事務所、はい、あの今年の10月ですか、うん、11月にあの旗揚げ記念公演があるんですけど、まあ行かれてるものをやるみたいで、なんかよろしければチェックしてみてください、はい、そう、お昼ぐらいからやって、うん、夕方ぐらいに終わるし。なんか行かれたバイトしたことあります？行かれたバイトね、俺結構まともなバイトしかしてないかな。でも、あ、でも行ったところは結構変わってるよ。でも、あ、はいはい、あのスーパーの鮮魚コーナーとか。さばくんすか？さばいてました。おー、イカとかは楽しそうもやってましたし、大学の時に、はいはい、で、何したっけ、ゲームセンターラウンドワンでもバイトしてたし、はいはいはい、ゲームコーナーに行ったり、はいはいはい、あれもやってたし、あとがあれで言った、そんな中役所の臨時とかもやったことあるし。ほー、でそれと同時並行で俺はだからあれですよ、先輩のラジオラジダブ、うんうん、他局ですけど、ね、これは結構特殊っちゃ特殊ですからね、AD、ラジオのアシスタントディレクターさん、うん、やって、おで FEC 入って、はいはい、最終的にタイヤ屋に落ち着くんですよ。頭おかしいですよね、うん、なんかやってることは特殊でも、はいはいはい、確かにね、ラジオ AD とかそう、そうそう、僕の中で一番特殊なのは、うん、まあもうラブホの受付、受付業務やってたな、一番特殊でしたね。あの時お前死んでたもんな。死んでましたね。あのやっぱ夜のね仕事はね、うん、しんどかったですね。ラブホの受付やってたね。受付をやってたんですよ。何でしたっけ、変な電話かかってくるんでしたっけ。いっぱい電話かかってきますよ、何でしたっけ、ルームオーダーの電話でしたっけ、あれだけ覚えてた。はい、あのだから、うん、話したこっちで、ああんまりしてないですね。だから僕いっぱいしたいんですけど、うん、このラブホの話、うん、全然、まあ、例えばですね、うんうんうん、ラブホあるある、うん、業界用語なのかわからないですけど、うんうん、あのコンドームのことをスキンって言います。スキン、僕たちではスキンって言うんだ。スキンって言います。ああいうもの、はい、注文が、はい、お客さんからコンドーム追加お願いしますって言ったら、持っていく人にあのスキン2枚追加お願いします、何番何号室ですっていうやり取りをしたりとか、あとデリヘルがね多いんですよ。デリバリーの方ね、うん、デリバリーヘルスを呼ぶ男性の方がいっぱいいるんですけど、このデリヘルのことに関しては、あの連れ、お連れ様がってやつですね。はい、お連れ様が、はいはいはい、お連れ様が見えましたので、お連れ様1時間半で帰るけどね60分とかね、ね、もう釣れてないもん ね、 まあデリヘルを呼ぶケースって、うん、あの2パターンありまして、うん、先に男性が部屋に入っ、はい、1人で入って、30分後にあの女性の方が入ってくる、はい、お連れの方がね、はい、そうそうそう、いらっしゃる。このパターンはもう確実にデリヘルって分かるじゃないですか、はい、あと1つデリヘルのパターンがありまして、一緒に来るパターン、2人で一緒に来て、はい、帰りは別々みたいな、はいはいはい、パターンがあるんですけど、うん、やっぱりですね、ラブホのフロント業務を長らくやっていると、長らくってお前大したけど、まあ、うん、1年ぐらい、あ、1年やってたお前、やってないか、半年ぐらいだよね、8ヶ月、8ヶ月とか、結構やってたね、うん、結構やってます、結構やってます、うんうん、でやってたら、うん、目見ただけで、うん、この人デリヘル嬢かデリヘル嬢じゃないかっていうのが分かる、分かる、分かります、あ、そう、めっちゃ分かります、すごいなお前、めちゃくちゃ分かります。あ、でも分かるって、これは特殊な僕だけの能力じゃなくて、うん、多分みんな身につくものだと思う、なんかね、あ、そうらしい、なんか、うん、僕の大学の先輩がね、普通のホテルのフロントマンをされてたんですけど、はいはいはい、やっぱその方たちも分かるそうです。あ、もうデリバリーの方いらっしゃったピザーラ来たなみたいな、そんな感じで分かるらしいですよ。やっぱね、分かりますね、ラブホ業務してすごいな、そんなのやつだね。あとね、意外ですけど、うん、ラブホテルなんですけど、うん、家族連れめっちゃ多いです。はぁ、家族連れ、子供いる方連れてくる、連れてきます、はい。なんでこれはだから、そういうな、やばいことをしてるっていうよりかは、うん、ただ単純に、泊まって遊ばしに来てる、あ、もう観光が観光みたいな、観光っていうか、ナイチャーも多いですよ。ナイチャーがね、まあ、カップルでとか、あるか、リゾートホテルが取れなかったってことなのっていうのもあります。僕が働いてたのが宜野湾のホテル、そうだよね、宜野湾ってもうそういうビジホとかもないですし、ないね、そういう環境なので、そっか、立地条件的に考えたら茶壇とかも近いから、うん、いいのか、はい、ありましたね、は、うん、なるほどね、そこずれ多いですし、あと年配の方もとっても多いです。あー、ちょっとこれ年配の方も多いですね。でも、多分ですけど、うん、これも、そういう、うん、エッチなことはしてないと思う。あ、もう安らぎにいらっしゃる、安らぎに安らぎに、いやいやいや、来てると思う。
健康ランド行け。マジュンランド行け、マジュンランド。でね、あの、うん、ギノワンのラブホなんで、あの外人さん多いです。とっても多いです。あー、多そう。ただですね、うん、あの外人でのカップルは、うん、ほぼいないです。大体アメジョですか。アメジョ。はい。アメジョと外人の男性、はい、この組み合わせです、ね、組み合わせがもう9割です、はい、アメジョのですよね、はい、逆は一切ないですね。逆なんてめったに見ないぜ。男日本人、女の人がアメリカ人、あんまいないだろうな。見たことないです僕。ないな、これに関しては一人も見たことないです。だって俺チャタンとか歩いててもそのパターン見たことないもんな、ね、うん、謎ですね。でアメジョはねやっぱね、うん、あの基本太ってますね。なんかね、肉付きいいよね。やっぱり外国の人はもうあの痩せてる人興味ないんでしょうね。ないんでしょう。あの外国のね、本当にあのこれ10割の確率でもう太ってる、うん、あ、まあ、わかんない。まあ太ってるっていうかもうあのそういう肉付きがいいよね。そういう体型、ケツでけえ、ケツでけえみたいな、あの前田夏樹みたいな体型ですよね。そうそうそう、 FEC でいうところで、うん、検索してくださいね、わからなくて前田夏樹って言いますよね、うん、ああいう感じですよね、うん、関心のボテット感がね。わかります。なんでだろうな。なんて言ったらいいんでしょう、あの寸胴、あのあれですよね、スーパーでアイスクリームのカップ買った時についてくる木のスプーンみたいな体型ですよね。あー、わかりやすい。わかる、とってもわかりやすい。めっちゃしっくりきたでしょ。あの体型、あの体型ですよね、うん、アメジョは大体あの体型ですから。ブルーシールって書いてある、はい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 、木のスプーン のね、ちょっとひょうたん型というか、そうそうそう、くびれてるやつ。上はちょっと、あれだ、下だけこうボンって太くなるよね。俺もう次からアイス買ったらあのスプーンのことアメジョっていう。あれアメジョ。あれアメジョ。いいっすね。はい、あれアメジョです。ああ、多かったですね。あんな感じでしょうね。まあそんなラブホの話でしたね。まあバイトね、まあ若手芸人っていっぱいみんなバイトしてますからね、うん、変なバイトしてますから、してますよね、うん、変なバイトしてるのいるもんな、いっぱいな、いっぱいいますよ。だってデコボコの量とは肉屋さんでしょ。肉の卸し業務ですからね、うん、あのみんなが店頭で見る肉じゃなくて、うん、もう塊の状態、塊の状態をさばいてるバイトとか、うん、あのバイトとかね、なんかみんないろんなバイト探してきますね。でも、うん、夜はきついですね。でも夜はな、あすかちゃん、塾講師もいますね。あ、これはあの勝利でしょ。勝利さんとか塾の先生やったり、うん、あと対馬か。あ、対馬、対馬塾講師もやってる。塾先生やってんの、うん、へぇー。まあリークは普通だけどね、あの居酒屋の店員やってたでしょ。はぁ、チョップスティックスね、うんうんうん、あの辺とかいろいろ、はいはいはい、こうたくんからコメント来ております、うん、はい、松田くんってコンビ時代ボケツッコミどっちだったんですか。あ、僕ツッコミです。うん、だよね、うん、だよねって、お前に聞くの。777という、コンビを組んでまして、うん、その後ですね、コスモというトリオを組みまして、このコスモが1ヶ月半でビッグバンしましてね、その次結果オーライというコンビを組んだんですけどね、この時もツッコミしてましたけど、ね、悲しい。なんか相方が仕事に帰ろうかな。罰さんですからね。罰さん、そうなんだよ。でも俺悪くないもんな、全部な。まあね、まあね、俺悪くないのにな、相方欲しいわ。そんな、僕ツッコミでした。はい、はい、iPhone と iPod2 台を使ってツイキャス聞いてます、うん、はい、1台は FM ギノワン、もう1台はラブホテルじゃないですか。あ、あれかな、コウタ君、俺がここでこんなボケるからツッコミか、まあね、まあね、うん、でもマツケンさん普段からどっちもやってるイメージありますけど、ね、うん、プライベートでも。あ、もうそうだね、うん、まあ、お笑いのバイセクシャルと言ってもらったから、ね、お笑いのバイセクシャル松田を言うと、うん、カズレーザーの次は俺だっつって。すいませんでした。アスカちゃん、じゃあ、はい、松田さん、私とコンビ組んで、あ、じゃあもうすぐあの沖縄来てもらっていいですか。いいですよ、全然誰とでもやりますから僕、うん、一発ユーミンさん、はい、こんばんは、チャレンジ続いてますか。あー、まあ、また後ほどね、禁煙チャレンジ、はい、シュプリームさん、はい、中地くん、インスタ映えするモデル級美女を DM に送ったから見て、何の DM? 何の DM だろう。シュプリームさん、今日昼間の僕の他局でやってるラジオにも、うん、あの来てたんですよ。はいはい、で、はい、嫁のね、画像をね、はいはいはい、横顔、顔ってまでもうほんとよく姿ですけど、はいはい、後ろ姿と横の子、美人さんですよね。もう雰囲気から美人なんですよ、ね、お前何者ほんとに。しかも買い物してるところもなんか高級そうなお店でやってましたよ。嫁さんの選んでる化粧品、これ高いやつだろうなみたいな、なんかそんなところにいましたからね。ほんとお前何者。口悪いよ。いや、ほんと思わない。でも口悪いよ。シュプリームさんに関しては、まあまあ、謎しかないんですよ、ね、シュプリームさんから、はい、モデル級の美女の写真を送られてきました、はい、ハゲとるやねんかおい。
ハゲ取るおっさんが電車の中で寝とるやつやないか。ハゲ取れねえかい。激しいな、うん、ハゲだけにね、ハゲだけにな、今日マツケンさん激しいな、ハゲだけにな、やかましいな、ハゲ激しく同時に、激しく同時に、うるせえな今日。ええ、やげんなんだ。いや別に落とそうと思えば落とせるよ。え、俺の事務所の時のテンションに戻そうか。次怖い。あすかちゃん、はい、先日中地さんありがとうございました、はい、いつ電話かけましょうかね、わらと。あすかちゃんがですね、うん、ハーリー来ていただいた時に誕生日の日程を教えてもらって、はいはいはい、もう去った日曜日誕生日だったんですよ、はい、おめでとうございます、はい、それでまあおめでとうございます、うん、メールをね、うん、ちゃんと僕忘れずに送ったというメール ?LINE で、あ、ツイッターで、はい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 、送りましたからね、よろしければコンティニューコインのほど、うん、もらえたらありがたいです、ね、そうですね、あと3枚、うん、くれたら延長できますマジで。あー、そう、あすかちゃんありがとうございます。コウタくんから、うん、77と結果往来は期間どのくらいやってたんですか、うん、あー聞きますね、聞きになりますね、もう解散した、うん、ユーミーさん、はい、77は名前だけ知ってて気がついたら解散してたね、うん、そう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 、77はね1年弱やってましたよ。あ、1年ぐらいやってたよ多分で、やってて、結果往来は相方が逃亡する前だから、2ヶ月です。そんなもんですね。短いなー。コンティニューコインあと2枚。お、もらえれば。うん。あ、来た。ユージさん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大量のコインがね、また来ておりますね。ありがとうございますね。はい。ユージさんは僕の同級生ですね。はい、あ、そうなんですか。はい。どうも。地元で一番ヤバいやつです。あ、そうなんですか。はい、僕中地の方がヤバいと思ってたんで、そうでもないんですね。ゆうねちゃんから、はい、中地さん元気そうという、元気です、はい、あと一人誰、もう一回自己紹介して、絶対お前より支持だから。FEC 所属の松田オイルと言いまして、中地くんとは年が5個違います。大人です。よろしくお願いします。そうです、今日のゲストは大人です。大人です、なんだもんそれ。いいんじゃないですか、あすかちゃん、はい、多分松田さんと私8歳ぐらい離れてますね。そうですね、そんぐらい離れてますよね。悲しいな、コメントが今日は。なんか今日悲しいな、ね、うん、じゃあ一旦曲いっても大丈夫ですか、うん、あ、いいよ。あ、その後もじゃあ禁煙のあれ発表しようか。その後にですね、うん、禁煙日記読み上げますので、はい、はい、今日の曲は何にいきましょう。はい、そんな松田さんと同歳離れている私が紹介します。お、うん、こちらですね、アンドリュー・マクマホンのファイヤーエスケープ、なんかかっこよさそうな、わかんない、またかっこよさそうなの来るよ。はい、ゆうねちゃんから松田さん、よろみー。あー、ちかな、しゃべりな。いや、いいで、よろしくお願いしますね。よろみー。お、あすかちゃん、中地さん、今経験します、今日かけますね。あ、ぜひ。いいじゃないですか、ラジオ中でもラジオ終わった後でも、はい、好きな時にかけてきたらいいですよ。俺の決定じゃないし。ゆうねちゃんはいくつですか。ゆうねちゃんはいくつでしたっけ。お分かりですよね。僕の一応年は下だったと思います。ああ、じゃあ、あすかちゃんとかの辺ぐらいと同じぐらいですか。ゆうねちゃん僕の一個下とかじゃない。あ、19って。19。ああ、若いですね。今年19、それとも今年、ゆうねちゃん今年19、今20歳。あ、今年20歳。これびっくりマークなんて191ってこと。違うよ。バカだね。妖怪だよ。ああ、ちょっと目が悪いもんね。今から成人。ああ、じゃあ1個下ですね。あなた今ここの21でしょ。21です。今度21でしょ。いいな、みんな若いな。年取ったな、俺19ってことは、じゃあでも手出しても大丈夫ってことですよね、年齢。お前なんでそういう風にしか考えないの。ねえ、ほんとそう。同じこと考えてたよ。なんでよや。大人、おい、ん、大人、大人だからお前金の力で動くし。奇遇ですよ、僕も思ってました。おお、でも童貞だろ。えこのフロアがやばい。このフロア今やばいとしかないもんな、うん、基本的に。確かにいいんじゃないですか。今日からね、受話金解禁やねって。おー、ぜひともカーテンをくぐっていただきたいですね、はい、女性でも18期でも高校卒業してないと思ったらダメよね。で、何が許されましたっけ。もう、いろいろやんな、
AV 見るの OK、 あ、借りるのが OK、 コーナーが入るのが OK、 入るのが OK と選挙、選挙、まあ非選挙権がね、選挙権がでもこんなもんやね、ちょっと あと免許取れるか、免許、車の免許、車の免許取れる、こんなもんですね、こんなもんですね。バーにも、あすかちゃんバーにも入れるらしいですか、お酒は飲みません。あーでも、あ、そっか、バイトとかできるんだ、うん、バーとかで、うん、未成年からね、いるもんね。バーとか行くんですか、ケンさんは。昔はまあでもお酒飲まないですからね、あんま飲まないからな、全然、いや飲みに行きたいよ、行きたいけどさ、暇がないよな、ねえ、もう俺たち1回ぐらいしか飲みに行ったことないもんな、ないっすね、1回でも俺その時も結局うなちゃん飲めたから、うん、あのね、あ、ゆうねちゃんバーで働いてる、そうそう、僕も1回だけバーで働いたこと2回ぐらいあるから、はっ、ある、僕バーで働いたことありますよ。ビーフバル、ビーフバルとあと1個友達のところで働いて、あ、そうなんですか、はい、じゃあ間もなく曲が終わります。中地のお時間、はい、ということで中地のお時間生放送でお送りしておりますけども、今日は背筋は伸びなかったんですけど、はい、なんか肩がちょっとね、力は入りますよね、入れるほどのものでもないと思うんですけどね、あすかちゃん、はい、バーの雰囲気めっちゃ好きです。ああ、今ね、あの曲の間バーのお話をね、はいはいはい、してましたけど、はい、バー好きっすね、俺も何回か行ったことあるよ、先週行きましたね。あ、マジで、はい、結構行ってる、飲みに、僕は、はい、めっちゃいいなぁ、はい、飲みに行きたいんだけど、うん、飲みに行きましょう。あ、今度飲みに行くか、うん、そうだな、死にプライベートな話しますね、いいんじゃん。そんなもんでしょ、このラジオ中地のお時間なんでしょ、はい、あなたのプライベートの時間を今、まあね、ただ電波に乗せてるだけでしょ、うん、あと一個プライベートの話していいですか。いいよ。今、うん、賃貸物件探してて、あ、びっくりした、チンコの話すんのかな、チンコの話しないよ、や、はい、興味ねえだろ、みんなあると思うよ、チンコの話、ある、うん、僕のチンチンの話興味ありますか。多分ないと思います。ないよね、うん、まあ、じゃあ、まあ、賃貸物件の話も多分興味ないと思うんですけど、まあ、バイト中にですね、はい、暇なんで僕ずっと賃貸物件探してるんですよ。なんか一人暮らしでもするんですか。うん、家を借りたいんで、はい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 、それでずっと探してるんですけど、うん、面白い、何がサイトを見つけまして、サイトというか、はいはいはい、あの不動産会社を見つけまして、ほう、事故物件しか取り扱ってない不動産業者に行き着きまして、安いだろ。事故物件って皆さんご存知ですかね。ただまあゆうねちゃんとかね、あすかちゃんとかは、まだ分からないかと。いや、それが分かれたら自己物件かな。まあ、単純に例えば、うん、借りた部屋でちょっと人が亡くなったりだとか、うん、そうですね、自殺があったりだとか、孤独死があったりだとか、はい、まあ、事件事故あったお部屋ね、そういうお部屋、まあ、言ったら縁起は良くないお部屋、はい、あまりよろしくない、うん、そういう部屋が格安で、はい、借りれるんですけど、はい、それだけしか取り扱ってないっていうサイトがありまして、はいはい、でこれはですね、うん、サイトというか、まあ、不動産なんですけど、うんうん、とっても有名なサイトで、あ、そうなの、普通に、うん、なんていうんですかね、不動産関係のコメントとか見てたら、うん、普通によく出てくる名前で、うん、あ、そうなの、まあ、これこちら紹介したいんですけど、はい、面白いんで見てみてください、はい、大島テルっていう、大島テル、事故物件サイト、はい、になります。大島は大島優子の大島、大きい島ね、はい、うん、で、テルはひらがなです。大島テルって知ったら、うん、すぐ出てくるんですけど、あ、ゆうねちゃん知ってるらしい、だからそれめっちゃ有名ですね、大島テル知ってるって、うん、あ、キャンさんも知ってるんですか。あ、みんな知ってるんだ、超有名なんだこれ、うん、面白い。どう面白いか教えてもらって、だから全国版なんですよ、はい、全国のいろんなところの事故物件を、うん、見れるんですけど、はいはい、沖縄が、うん、めちゃくちゃ、沖縄もですけど、うん、めちゃくちゃ多い。いや、多そうだもん、沖縄、うん、半端ない。マジで俺んち入ったりしてないよな。あー、だからで、これで知ったっていうのもある、うん、なるほどね。例えば隣の部屋がそういう部屋だったら、うん、異常に安いから調べてみたら大島テレビ載ってた。なるほど、うん、やだ、怖くない？怖いっていうお話
いやでもちょっと見てみたいな、うん、見てみてください。激安なんでしょ沖縄ね、うん、いっぱいあります。いや多そうだもんだって。もでなぜ事故物件なのかっていう理由も載ってます、うん、あちゃんと書いてる、はい、でもそういう意味では良心的なあの逆に、ね、不動産ですよね、うん、隠されるよりは、うん、全部載ってるっていう意味では、はいはいはい、まあまあまあ、まあ、でもそうある意味、うん、芸人だったらちょっと住みたいよな。そうポルターガイストの話とかしたいもんだ。あの僕幽霊一切信じてないんで、うん、一応まあ気になるではある、うん、今パッと見ですね、うん、あの沖縄だけですと、はい、772件の事故物件があります。これね、うん、普通に多分多い方だと思います。だいぶ多いでしょ都道府県的にも、はい、東京だけだったら東京だけも絶対数多いでしょ。あー東京多いっすね。あの群抜いてたわ。16,056件あります。もうバカか俺事故りすぎだろでもそんだけ人がいるからね。あ、いっぱいありますよ。那覇にももちろんありますし、浦添にもありますし、もうね僕の実家の近くとかもありますし。あそこありそうだな。浦添もありますよ。いっぱい。いや浦添ね意外に闇深いですよ多分。浦添ありますよ。ある。今見るだけで、あーもう嫌です。ヤフッソーグスクマ、あーヤフ、ケンさんの家の近くある。うわ嫌だもう。ある。嫌だ。ある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 。嫌だ嫌だ。あるあるある。この炎のマークが、炎のマークあれなんですけど、物件なんですけど激近いっしょ。マジか。めっちゃ近いっすよ。マジかあはなるほど。あなんかわかるわ俺このここ場所。はい。あ知ってます僕ここ。あ知ってますね。どんな感じの建物ですかそれは。別に普通ですか見た目。見た目は全然黄色っぽい普通。ちょっと古いかなっていう感じの大きさですけど。うわ怖っ。これはなんで理由、はいはい、こちらケンさんの家の近くの、うんうん、あの物件なんですけど、はいはい、3階から住人による昼過ぎに飛び降り自殺ということで、事故物件扱いとなっております。なるほど。こういった感じでね、はい、あのまあ、家の近くに結構事故物件って多分皆さんの周りに普通にあるんですよ。でもこういう、まあ、楽しみ方じゃないけど、うん、まあ、家の周りにこういうのあるんだみたいなのちょっと一応知っとくと意外にいいかもね、うん、中地家の近くにもありますね、うん、ある？全然ありますね。じゃあいつお前の家が事故物件になるかだけ。ならんよ。やならんから楽しみだわ俺。怖っ。お前ちょ僕の一番家の、うん、あーここわかるやんもう、うん、まあここはまあでも、うん、火災による死亡。はい。で火災はまだ、うん、自殺とか殺人はきついね。きつい。うん、まあ、全部嫌ですけど嫌、うん、だ、うん、転落死とかそういう、大島テルっていう事故物件見れるサイトになりますので、はい、ピン芸人でいそうですよね大島テルね。え理想の名前ですけどね。まあまあぜひ皆さん。僕こういうの一切気にしないんで一応住もうと思えば全然住めますからね。マジで。はい。全然、まあ、全然なんともないです。そっかお前、はい、世の中舐めてるもんな。舐めてます舐めてます。多分うちの事務所のユタ芸人 の、はい、あのスインチママから中地くんなんか最近おかしいって言われる、ね、言われるはずね。言われるでしょうね。ちょっと近づかないで。多分言われる。本当に言われる。だって俺なんかね。言われるでしょうね。俺知らなくて、あの他の人に教えてもらったこういう幽霊スポットがあるよってのを聞かされて、はいはい、そのまあまあさんにねライブの時に始まる前に、はい、僕こういうところがあるって聞いたんですけど知ってますかって言ったら、はい、分からないって言ってたんだけど、分からないって言ってたんだけど、待って名前聞いてからなんか頭痛くなってきたって言われた。おお。うわーって。あ。僕この話しましたっけ、カンさん。あの式条例の話しましたラジオで。何式条例。式条例っていう、まあ、これ幽霊の話なんですけど、ね、式条例。あの式条例っていうのは、まあ、幽霊のジャンルの名前って言えばいいのが自爆霊とか、はい、なんか、はい、あの生き霊とかなんか、うん、ジャンルがあるじゃないですか、ね、幽霊の中にも。あるあるある。あのその中の一つで、うん、あの式条例っていうのがあって。結婚式。でこれなん、いやそういうもうピュアなやつじゃない、もうハートフルなやつじゃない。で漢字がですね、うん、あの色はい式にあの情情報売るの情、もう情報の情っていう情報の情、はいはい、はい、に幽霊の霊で式条例、はい、感情とかの情ね。そうですそうです。式条例これがですね、うん、なんて説明すればいいのかな、異性の幽霊が出てきて、はい、その幽霊に性的に、はい、ちょっといじめられるというか、まあ、だから簡単に言えば異性の幽霊にレイプされます。はあ、
性的な、はい、ことをしてくるのが、はい、式条例いるんだそんなののがありまして、はいはい、で、うん、なんでこれ僕知ってるかというと、うん、彼女が、はい、この被害に一回遭ってるんですよ。式条例夜中の2時ぐらいに急に電話かかって、はいはいはい、笑わないで聞いてほしいんだけど、うん、今、うん、寝てたら、うん、金縛りにあって、はい、男の人が急に部屋に入ってきて、はい、で脱がされて、はい、でエッチされたみたいな、はい、でえそれ夢じゃないって言ったら、うんうん、いやでも実際に服が脱がされてるっていうのと、うん、入れられた感触がまだ残ってる、全部もう触られた感触、はいはいはい、チューされた感触、はい、全部残ってる、はい、でその男の人の顔もはっきり覚えてる。うわ僕それ聞いた時にあなたの将来の慣れの果てじゃないですか。違うよや違うよや中地死後式条例と式条例ならんからちょっと楽しそうだけど楽しそうとかやめろお前楽しそうだけどやめろお前っていうのがあって、はい、本当に実際寝て、うん、僕信じてなかったんですよ、うん、でもネットで式条例って調べてみたら、はい、結構めちゃくちゃいっぱいいて、女の人もいますし男の人で被害を受けた方もいるんですよ、はい、好まれる方もいらっしゃるみたいですね、うん、で、うん、まあそういうのがあったの俺こんなネタやったことあるな。そういえば式条例っぽいネタっぽいネタ、まずその性的なやつはないですよ、うん、ただなんか好かれてるみたいな、あー幽霊に幽霊に同時に好かれ、なんか、取り憑かれてる感じがするんですっていうコントがあるんですよ、で、何に取り憑かれてるのって言ったら長澤まさみそっくりだって言ってじゃあ払わなくていいですっていうネタがありますあでもそんな感じでですね、はい、式条例の、うん、まあ、被害報告みたいなのが載ってるんですけど、中には、うんうん、それを楽しんでる女性とかもいるんですよ。今日の式条例はイケメンだったなとか、はいいや本当に本当にすごいな。で今日の式条例はめちゃくちゃ下手くそだった、うん、ガンナエみたいな、うん、それで楽しんでる人もいる、うん、これはでも稀ですけどね式条例見る時点であれなのかな。式条例さ帰りにさ、はい、やってもらってからって言ってさ、マカロンとの内カビとか置いていかないのかなありがとうございましたってすげえ内カビ置いていかないのかな。ちゃんとシステムはっきりしてる、システムはっきりしてたら面白いけど、式条例があって、うん、でも、はい、本音めっちゃガチ泣きしてたから、あだから、ね、あこれあれなのかなと思って、だからまあまあさんに僕相談したんですよ、事務所のね、はい、スインチュマーマーっていう芸人がいるんですけど、我々の同期ですよね。そっち系にね詳しい人そうまあね、でだからその人に相談して、うん、でその人に言われたことをして、うん、それで亡くなりました。おお被害そうなんだ。でも未だに、うん、彼女は、うん、その人の顔覚えてる。いやまあそうでしょう、ね、言ったらトラウマですよね、はい、見覚えはないけど一応顔は覚えてるみたいな、うん、うわでも見覚えあったら怖いでしょ。だって、うん、っていうなんか怖いね、うん、いやだなほんと、はい、まあまあ幽霊の話のちょっとふと思い出したんですけど、まあ、式条例っていうのが実際にあるみたいですね、はい、怖いっすね。じゃあまあ本題いきましょうか今日の本題残り15分ですけど ね、いきますか。先週のね、うん、ラジオで、言ってるんですけども、禁煙をしようということで、うん、禁煙日記を はい、僕とマツケンさん書いてきましたので、はい、この1週間何があったのか、はい、ちょっとまあちょっと一言レベルでちょっと書いて、ね、僕が書いてますんで、うん、まあまあ負けた方は、はい、うん、勝った方に式条例をおごるんでしたっけ。あ違います、式条例はおごれないです。あそうですか、内髪やってきていただくいらねえからだからデリヘルをデリヘルをおごります。はい、ということで、はい、まあもし、うん、はい、延長戦になる可能性もありますか。まあゼロではないですね、はい、じゃあどっちから読みます。松健さん僕からいきましょうか、はい、まあ16日、先週 16日の0時からこのラジオが終わったすぐから、スタートして、はいはい、その後ですね、お家に帰ろうとしてコンビニに行って0時25分コンビニに来た衰退という気持ちを書きまして、はい、まあその日一日吸えない、まあ、その日仕事だったんですね、はいはい、で仕事の合間やっぱ衰退とかね、はいはいはい、やっと休憩でも吸えない、はい、でご飯食べた後吸えない、はい、吸いとかって、ね、で17日ですね、2日目、9時25分仕事前、まあ、やる気起こらない、うん、で11時59分ですね、書いてる文字ちゃんと読みますよ、はい、衰退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 
本当に書かれてる、怖い。ツイキャスだけ見せてあげてもいいんじゃない。呪いのなんか、ね、呪いのビデオかごとく、見えますか。もうちょい寄せないといけないかな。もうちょっとかな。回らないといけないかな。一応まあ後でじゃあガチめにガチめにガチめに書かれてます、書かれてます。キャンさんちょっと見て、キャンさん一回見てちょっと怖いですちょっと怖いです、うん、ヘビースモーカーの闇が出てます、そうですね、衰退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 という、まあここがピークです、僕の中で。2日目で、まあまあまあで、その日ですね、21時55分、誘惑に打ち勝つことができたということで、23時4分、酒に逃げることにしたということでね。おお、普段酒飲まない、酒を飲まない、あのマツケンさんがもう俺ね、酒に行ったんだ。もう酒飲もうと思って、なんかテレビで CM してるじゃないですか、本麒麟っつって、なんかビール、ビール、あー発泡酒か、美味しそうだなと思って飲みまして、やだー、うん、でも、でもですよ、次の日の次の日のね、はい、18日19時44分、はい、いい方法を見つけたってことで見つけました。悟ったんだ。そっからも全然僕なんてことないです。もう普通です。何を発見した？あの、一応タバコは持ってたんですよ。はいはいはい。まあ本当にもう限界来たら吸おうと思って、はいはいはい、仕事とかに支障出たら、はい、気づいたんです。火だけつけて、はい、手に持っとくっていう吸ってはないね。あーでもね、うん、あのだからそういう時間が欲しいんですよね。そう、我々ヘビースモーカーたちは。で、僕に関しては仕事の合間の息抜きですから。はいはいはい。もうね、あの、まあ確かに火つけるときちょっと吸いますよ、はいはいはい、でも肺には入れないです、もちろん吹かす程度ですよ。はいはい、はい、だからもう火つけるためだけにはこう口には入れましたけど、はいはい、その後ずっと手に持っとくっていうあーでも割といい、うん、いいいい方法でしょ。でこっからは僕もずっと持ってだけです。はいはい、それだけです、はい、おー、それで、まあはい、まあまあまあ今日に至っている、はい、煙も素晴らしい。じゃあ1週間禁煙成功。ユーミーさんが受動喫煙も喫煙だよと書いてますけど、うん、僕煙すら吸ってないです。はいはいはい。ちょっと遠く離してね、手に持ってね、離してもう逆の方向向いて煙も吸わないように遠くを見つめながら、まあ、携帯触ったりとか。はい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 、はい、なんでもタバコ吸ってはないです。そのもう遠くにこう、うん、動作というかね、手に持っとくだけで今日まで、なんとか今日まで1週間吸ってない。おー、どうですかこの作戦は。続きそうですか。一応ね、ちょっとそれいいな、やってみたいな。続きそうだけど俺吸ってないのに買うんだぜ、はい、だから減るから。おー、だから、あー、でもまあまあまあ、でも吸ってないだけいいのかな。でもお金は減っていくわけよ。スターがよくねって思い出してる俺がいるからねこれいつまで続くかな。でもな、はいはいはい、1週間だから耐え切れたのかもしれないけど、一応今のとこギリ吸ってない。素晴らしいですよ、はい、これはなんですよ。拍手もんですよ。ありがとうございます。ストレス溜まった。でも本当に、じゃあ、うん、次僕行きましょうかね、はい、ぜひ、禁煙、まあまあとりあえずマツケンさんは成功ということで、はい、一応ね、はい、はい、続きまして僕ですね、うん、1日目、うん、1日目というか、まあ、先週のラジオ終わりですね、うん、ラジオ後にマツケンさんと最後の一服、うん、はい、もはや生活の一部となっている喫煙がなくなるかと思うと、うん、なくなるのかと、噛みしめつつ最後のタバコを味わう、うん、まあ、でも喉が痛いためあまり美味しくなかあまり美味しくない、はいはいはい、禁煙の恐怖は今のところなし、はいはい、でも喋るのもしんどいぐらい喉が痛いため、うん、ラジオの帰りにコンビニへ寄り喉に良さそうなものを物色、うん、はいはい、メンソールのタバコクールマイルドを購入。久々のメンソールのタバコはかなりうまい。いい一日の終わり方。吸っとれないかいてめえ久々のメンソールうまかった。手が出るわもうお前後で前髪ライターで燃やすからなマジで。すっとれねえかい。無理でしたね。死ねやお前。禁煙時間僕は15分でしたね。死ねや。デージュースマサダールバ咳すんなてめえマジで。だからですね、まあ、先週に引き続き喉の痛みは取れないですね。じゃお願いがある、はい、喉切っていいよお前マジで活気んなやマジで
俺ほんと、ほんと、いやこれはほんと申し訳ない、俺死んだら色弱じゃ色弱霊になってお前のところ行くからだ。いやいやめえ、マジでなんで俺にお前手こきされる気持ちを考えろお前。俺の浜キスわすからだマジでお前。腹立つわ。いや申し訳ないです、これに関してはちょっと己の弱さというか、まあでも気づいたらね、気づいたら吸ってました。殺して申し訳ないです、はい、タバコ美味しいですね、うん、今日から吸いましょうか。終わってから一緒にそうなクソがてめえ絶対俺ヤニクラするわ。ハタツアーということで、まあ、こういう藤田らの結果に至りましたけども、本当にまあまあ松健さんは1週間禁煙できたということで、じゃあ CM の方いきましょうか、はい、それでは CM です、どうぞ。じゃあ、その間どうも始めましょう、仲良しラジオ。仲良くだぞ。イエーイ。 CM ライブ僕がちょっとお相手しますけども、あすかちゃん、ダルバーってどういう意味ですか？はや聞いて思ってました。ダルバー、沖縄の方言ですけども、そうなのみたいなね、 そんな感じの意味ですよ。あとは、なんすか、ユーミンさん、禁煙せんと席直らないよ。もう確かにね、あいつ多分風邪とかの席じゃないんすよね、だと思うんで、あいつは本当にやつと思うんですけど、沖縄ボンチッチさん、松田さん、リュック背負ったままって重くないね。リュック背負ってないですよ、僕今。リュック背負ってないですよ。ああ。これ、背負って見えるのか。ちょっと見えますね。ああ、確かに、洋服のデザインなんで強くてないですよ。なんかいろいろ来てますね。じゃあ今ちょっと僕が置いてしますけど、シュプリームさん、若い2人、若い盛りの2人、ワナキンはどっちが辛い？ワナキンとどっちが辛い？多分ね、ワナキンの方が辛いと思う。多分辛いよね。アイコス検討しましょうっていうユーミンさんで、アイコス結局タバコですからね。確かに。そのね、そこですかね。ベープゲットをしましょう。え？ベープ。ベープ。ベープ僕持ってます。あ、持ってるの？はい。あれいいんだ。あれ爆炎のやつ持ってる。そうなの。爆炎とか結構いいですよ。あれ上等なんですか？楽しいです。ゆうめさんから松田さん来週も出て。そういうことなんで。はい。あすかちゃん、ハタバコはいかがですか？10秒前です。中地のお時間。はい、ということで中地のお時間、なんでちょっとにやけながら言うちょっと恥ずかしかった、ね、自分で言って、うん、出せこ自分で言って恥ずかしかった、はい、うん、まあまあ1時間やってきましたけども、まあまあ、はい、うん、はあ、マジでお前腹立つわ、こうやって俺はいろんな人から裏切られてる。相方の件もそうだけど、お前もか。もう闇が深くなるな。あ、分かった、俺の闇が深くなってるのは FEC のせいだと思う。お前たちのような奴らが ね俺の闇を深くしていってるんですよね。まあ学生時代もずっとリュック持って下向いて歩いてましたけどね。はい、はいじゃねえ。悲しいな、もう、もう悲しくてかける言葉が見つからないよ。探せ探せよお前。ラジオだろ。ねえ、そういうことです。はい、シュプリームさん、ベイプいいよね、はい、タバコ基本吸わないけどベイプは芳香剤代わりにする。ベイプいいっすよ。あ、そうなの。ベイプいいっすよ。ベイプ、うん、吸ったことない。ベイプって、まあ電子タバコのことですね。電子タバコもなんか結局普通のタバコより微妙みたいな話。だからだからどっちもいますね。悪いっていう人もいれば、うん、いいっていう人もいるし、はい、何信じたらいいのかわからないですけど、だからもう普通のタバコ吸っとけばいいんですよ、うん、結局タバコうまいんで、吸うんだったらね、はい、もういや、アイコス吸ってる人を否定するわけではないですけど、うん、まあ確かに煙が出ないっていうのはいいなと思います、うん、周りの人に影響が出ないっていう、うん、ただね、あれ持って歩いて僕また充電とかもしないといけないでしょ。そうあれが難儀なんですよ。リキッド入れたりとかね。で僕の仕事上ね、うん、このあれまたあれでしょ、加熱するのに時間かかるでしょ。そうですね、あれをやる時間がちょっとないんで、うん、僕はもうパシャッと火でやりますけども。そういうところな、うん、すぐさまメンソールを吸うからな、うん、言っとくけどメンソールの方が喉にくるからな。お前におすすめのメンソールは龍角さんだけだ。あれメンソールって言うなよ。あれのことメンソールって言うの。メンソールみたいなもんならスースーするんだからお前。ちょっと悔しいな。また葉巻始めましょうか。あー、葉巻をたしなんでますからね、キャンさんは。
ハマキデビューちょっといいかもね。でもさ、うん、いやキャンさんくらいの年だったらいいんですよ、うん、ちょっとまだ、ね、僕がねハマキをやっちゃったらっていうのありますから。うおー済ませてますね。ませてるなでも童貞ですからね。ねー本当にハマキ吸って童貞なんだ。ハマキは吸ってるけど自分のハマキは吸わせてないタイプ。やかましいな。やかましいでしょ。そのために来てますよ。どうします？来週は。来週なんか1週間企画します？あと何秒かしかないよ。うん、じゃあなんか後で決めます。後で決めますとりあえず、デリヘルおごるということで、はい、金用意しとけよ。本気のやつやし、うん、よし。まあまあでもちょっと申し訳ないです、うん、皆さんに不思だらな結果を見せてしまって、てめえがな、はい、うん、まあ1時間ダラダラおしゃべりしてますので、はい、毎週火曜日11時からまたまた聞いてみてください、はい、ということでお送りしましたのは中地と松田オイルでした。また来週。来週来るか分かんないね。いえ、ツイキャスがあと2分弱、うん、あ、じゃあもうそのまま続けますか。せっかくなんでね、はい。ちなみにエンディングで使った曲ヘビースモーカーって曲です。あー、素敵ないい曲。素敵な曲ですね。いいですね、スモーカー。ワンピースに見えますけどね、うん、スモーカーです。スモーカー大好きなんです。黙々の海かっこいいですよね。あ、ワンピースどこまでいけます？俺 CP9 編まで行けます。全然やし、聞け、年齢があるだろ。いや、関係ないよ。何年か分かる。ワンピースは関係ないって、ワンピース自分よりも CG だとか全然見てるからな。うん、なんかね途中で飛ばしたんだよな。ワンピースはいいよ。はい、ダブルが一番好き。あ、昨日のクーター進化のやつで話してた。ダブルも面白いよね。わかるわかる。お前来週カメラライザーの話したら何も話すことないよ。だよな。お前分からんもんな、ね、多分俺と勝利と元氏が揃ってりゃ多分一番盛り上がるんでしょうね、その辺は。うん、ついていけないかな、うん、あと、キンピラの対話、この4人は多分ない。ユーミーさん、お疲れ様でした。オイルさん、禁煙続けましょうって。マジでできるかな。厳しいかな。モンチッチさん、ニコチンが完全に生きるまで3年だよ。生きるまでには。へぇー。そのうちの親。親、やめてよかったら、やめてから10年。あ、うちの親やめてから10年以上だよ。まあ、そうですよね。とかっていうのもあれば、あの、吸ってた期間と同じっていうの。へ、う、ぇ、んうん、だから、1年吸ったら1年、抜けるまで、全部抜けるまで1年。肺が綺麗になるんだったから、ニコチンが抜けるんだったから分かんないですけど、触れられるんですよね。出会わなければね。そうですね、ツイキャス終わったぐらいで行きましょうかね。そう、ぜひどうぞ。あいつでも辞めれるんですけどね。俺でも思った、仕事やってなかったら全然そうなくても大丈夫。仕事かな、仕事かな、ちゃんときつくない。でも普段吸わないんで。バイト中とかも、バイト中一番きついんだよ、うん、それが、はい、中志子、松田ローソンさんお疲れ様でした。キャン君も長時間お疲れ様。ああありがとうございます。すいません、ありがとうございました。